まあ、1年に1回毎年この時期にも外して洗濯機で洗います。でそれと合わせてですね、今日は私座高がめちゃくちゃ高くてですね、この車に乗るとよく信号機が見えないというのがあるんです。座高が高いとこのルーフで信号機が見えないというのがあるんです。でシートをちょっと下げてるんですね。どうやって下げてるかというと、座面のアンコを抜い削ってます。でこれでね、3センチぐらい多分座面今低くなってると思います。もうやった時はすごい気に入っててね、ちょうどいいわと思ってたんですけど、最近物足りなくなってきまして、で削り方もちょっと雑やったんで、まあそれも含めて今日ね、ちょっと綺麗に削るというか、もう少し削るというかね、していきたいかなと思います。はい、外れたシートです。でね、1年間シート洗わないとこうなるといういい例ですけど、汚れるところは私の場合は決まってまして、まずここの型ですね。右の型。で次ここ。まあ、ベンチシートみたいになってますんで、この隙間本当はないんですけど、車についてるときはこうですね。ここがなぜか汚れるんですけど、物こぼしたり、手垢とかですね、もう黒くなってるの見えるかな。ここです。で、助手席普段誰も乗りませんので、たまに乗りますけど、そんなに汚れてはないんですけどね。まあ、洗いたいのはここですね。はい、それではシート剥がれましたので、これを洗濯機で洗うんですけども、このシートのこの表皮って言ったらいいんですかね、カバーって言ったらいいんですかね、これは中のこのスポンジにですね、糊のようなものでこう、本当はくっついてるんですね。で、これをもう私ベリベリと剥がしまして、裏からこう、糊の跡がありますけど、これで使っております。ですから何回もやってますんで、もう今回は外すときはね、ただ取るだけでいいと。初めてやるときはバリバリバリとこうなりますね。だから洗濯機にぶち込んでいきます。で、使う洗剤は私はこれです。作業着専用洗剤。これがね、あんまり匂いがなくていいんですよね。普通の洗濯石鹸は洗濯洗剤は匂いがね、ものすごいあるから、車の中には良くないかなと。これ強力ですしね。でこのシートのカバーにプラスチックの部品がついてますんで、このままあの洗濯機回すとガラ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 言うと思いますね。だ気になる人はネットかなんか入れて、私はもうこのまま。これでしばしお待ちを。色の薄いところ、これはね、私こう、ナイフで削ってるんです。こういう風に。えぐるような感じで。で、座面を低くするためにやってます。まあ、なぜ座面を低くするかというと、私座高が高いんで信号機が見にくいと。で、こうで結構ね、雑にあったんで、こうガタガタしてるのがあるんです。で、それと、もう一つここですね。ここボロボロになってます。こう向き的にこっちが前でこっち後ろなんですけど、乗り降りするときにここに手をついたり、また乗るときになんかここに一回お尻置いてから乗ったりとか、で
ここがね、なんか私のシートいつもね、消耗するのが早いんですよね。ですが、ここちょっとスポンジ、また足しまして、で、こっちはガタガタ取って、ということをしようと思います。今洗濯機回ってるんで手待ちなんで、その間にちょっとやりたいと思います。言ってた通り、この白くなってるとこね、私、座面を下げるようにこう削ってるんですね。で、まあ、毎年ちょっとずつ実は削ってるんですけども、まあ、この1年で思ったのは、この、右の後ろ、ここをもうちょっと削りたいなと思いながら1年運転しておりまして、今日ここ削りました。で、あともう一つが、この足の、太ももが、収まるとこですね。ここも削りたいなと思ってまして、で、今回これ削りました。で、あとこっちね、乗り降りする側、ドア側、ボロボロになってたんで、まあ、なんか、その辺のスポンジを貼り付けてます。はい、シートのカバー、洗濯が終わりまして、これで、取り付けていきます。はい、シート組み終わりました。で、気になる汚れですけども、助手席の方は綺麗になったと思います。この辺も汚れてたんですけどね。で、運転席側、完全に汚れて取れてないですね。ここちょっとまだ黒いですね。二度洗いでもう一回洗ったらよかったかなと、今では思いますけども。でね、この補修したところです。ここですね。では車に取り付けていきます。ということで、シートの洗濯と、まあ、座面だけですけどね、あとシート座面のホームの補修ということで、やりました。綺麗になったと思います。で、接着剤の、乾燥と、あとあれですね、この洗濯してまだちょっと湿ってますんで、窓を開けときます。で、これでね、放置で、まあ、気分よく新年また乗れるかなと思います。それではこういう動画これからも上げていきますので、ご興味のある方ぜひともお付き合いをください。それでは。あれ。なんで？